皆さんこんにちは、ジェイソーレゴブルダーヒラヒーナ。はい、今回紹介するレゴはこちら。はい、こちらレゴシティ航空ショーのジェット輸送機です。はい、今回はこちらを組み立ててレビューしたいと思います。はい、こちらは2021年に発売されたレゴシティです。僕個人的にこのレゴシティの輸送車系はめちゃくちゃ好きなので、作るのがすごい楽しみです。今回は輸送車だけじゃなくてジェット機もついてきます。はい、箱の後ろはこんな感じです。ちなみにこちらの定価は4280円で、ピース数は281個です。ではこちらの航空ショーのジェット輸送車を組み立てます。はい、まずは全て組み立てが終わりました。いや、輸送車もジェット機も思ってたより結構長いですね。ちなみに組み立てにかかった時間は、輸送車は30分でジェット機は12分かかりました。では今からこちらのシールを貼って完成させます。せーので、完成。航空ショーのジェット輸送車です。はい、すべて完成しました。ちなみにシールは全部で9枚で、貼りやすかったので5分で貼り終えました。今回付属するミニフィグは2体で、こっちが運転手でこっちがパイロットです。まずは運転手から見ましょう。はい、全体をぐるっと見回すとこんな感じです。運転手のミニフィグはサングラスをつけています。ちなみにこのミニフィグはリバーシブルフェイスとかはありません。はい、続いてはこちらのパイロットのミニフィグです。全体をぐるっと見回すとこのようになってます。いや、このミニフィグいかにパイロットっていう感じがめちゃくちゃしますね。ちなみにこのパイロットのミニフィグには帽子がついてますので、このように付け替えることができます。ちなみにパイロットのミニフィグの顔はこのようになってます。
はい、ではこちらの輸送車を見ましょう。正面から見るとこんな感じで、横から見るとこんな感じで、後ろから見るとこのようになってます。じゃあちょっと一回分離して近くで見ましょう。まずこちらがフロント部分です。フロントライトについてはクリアパーツでしっかりと再現されていて、トラックによくあるこの部分もしっかりと再現されているのが素晴らしいと思います。ここにもライトがついています。そしてこのミラーについてはクリアパーツじゃなくてグレーのパーツで色分けされています。そして操縦席はというと、操縦席はこのようになっていて、作りについては結構さっぱりとしています。ではミニフィグを乗せます。ちなみにこの輸送車は一人乗り用です。はい、ミニフィグを乗せるとこんな感じです。続いてこの背面の箱はこのように取り外しができて、で中には工具と誘導灯が入っています。では続いてはこちらのトレーラー部分を見ましょう。近くで見るとこのようになっていて、トレーラーの作りについてもしっかりとパーツで再現されています。ここにスペシャルトランスポートと書いてあって、これが稼働する誘導灯です。では接続します。はい、接続するとこんな感じです。この輸送車にはタイヤが12個ついてますので、このように転がし走行で遊べれます。ちなみにこの輸送車なんですけど、ジェット機を搭載した状態のサイズは約17センチもあります。はい、では続いてはこちらのジェット機を見ましょう。はい、全体をぐるっと見回すとこのようになっています。このジェット機のウィングめちゃくちゃでかいです。では近くで見ましょう。まずこちらがコックピット部分です。コックピットはヒンジでこのように開いて、操縦席はこのようになっています。操縦席についても輸送車と一緒で結構シンプルな作りになっています。そしてこの中にパイロットのミニフィグを座らせることができます。はい、座らせるとこんな感じです。裏面にタイヤが3つついていますので、このように転がし走行で遊べれます。続いて、ウィングの周りはこのようになっていて、こういったパーツで機械的な造形を再現されているところがレゴシティらしいと思います。そして尾翼はこのようになっていて、ちなみにこの尾翼はヒンジでこのように稼働します。使っているパーツについては輸送車と違うので、このジェット機は結構軽いです。ではこちらのジェット機をこの輸送車に搭載させます。ちなみに搭載のさせ方はこの部分にタイヤを置くだけです。はい、ジェット機を搭載させるとこんな感じです。いやー、これめちゃくちゃかっこいいですね。でさらにこのタイヤを止めるところがしっかりしてますので、高走行でジェット機が落ちることはありません。最近のレゴシティってほんとよく作られていますよね。あと個人的にシールの枚数が少なくなったので、すごい作りやすいです。はい、レゴシティ航空ショーのジェット輸送車はこんな感じです。はい、ということでレゴシティ航空ショーのジェット輸送車を組み立ててレビューしてみました。まずこの輸送車とジェット機が思ってたよりすごく長くて、さらに完成度もすごい高かったので、めちゃくちゃいいと思いました。僕個人的に言えば輸送車もそうなんですけど、こちらのジェット機もすごいよく作られているところが素晴らしいと思いました。はい、以上ひらげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。